コブラスターシップとは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にて、結成されたポップパンクバンドである。人気ロックバンド、ミッドタウンの、元ボーカルが新結成したバンドとして有名で、ファーストアルバム、ホワイルザシティスリープス、ウィールールザストリーツに収録されている楽曲、スネークスオン、エイプレーンが、アメリカ映画の、 スネークフライトの主題歌に抜擢されたことから注目を浴びるようになる。若い世代を中心に圧倒的な人気を誇っており、サードアルバム、ホットメスは全米アルバムチャートにて初登場4位をマークする大ヒットを記録した。2005年にアメリカで絶大的な人気を誇っていたエモバンド、ミッドタウンにてボーカル券。 フロントマンを務めていたゲームサポーターを中心に結成された。2006年10月10日、デビューアルバム、ホワイル・ザ・シティ・スリープス、ウィールウル・ザ・ストリーツをリリース。映画、スネーク・フライトでの主題歌起用も、相まって、同アルバムは全米アルバムチャートにて、最高125位を記録する。2007年10月23日、ビバラ・コブラをリリース。 全米アルバムチャートにて初登場80位を記録する。2009年8月11日にニューアルバム、ホットメスをリリース。全米アルバムチャートにて、前作を大幅に上回る初登場4位を記録した。同アルバムからのファーストシングル、グッドガールズ・ゴー・バットが、全米シングルチャートにて、最高7位まで浮上するヒットを記録している。二千十一年八月三十日、ホースアルバム、 ナイトシェーズをリリース。全米アルバムチャートにて、初登場50位を記録した。また、このアルバムからのファーストシングル、You,Make Me Feel は、全米ビルボードシングルチャートにて最高7位まで、上昇するヒットを記録している。ありがとうございます。